LJR85 タイタンダンプ、今回ね、ヘッドライト級とこのウインカーですね。ウインカーね、ちょっとね割れて浮いてます。これをね修理していきます。まずね外します。割れてるのでね、ここ緩めます。でね、ここ外して抜いて、玉の交換、こんな感じです。緩めて、ちょっと洗浄して、ボンドでつけていきます。で、いつものボンドでね、ちょっとつけていきます。ウインカーはねこんな感じでしてね、ちょっと止まるようにしました。でここがね引っかかるので、まあ外れない、まあ外れはしないと思います。両方ねやりました。ヘッドライトのね、ロービームが左が切れてます。これをね、交換していきます。まずね、キャビン上げていきます。これをね、引いてこのレバーをね上げるです。このまま上げていきます。こんな感じです。で、キューはねここです。まずカップラー抜きます。で、ゴムキャップをねめくります。でね、このね丸くね半円になってるやつをね押して上に上げるです。そうするとね上がってきます。そうするとね、玉をそのままね足の向きを覚えて抜き取るです。でバッテリーがね、で、まあ、24V、たまにね、ボルト数書いてます。でね、玉はね、誰かが触ってるかもわからないんでね、これでね、きれいに。余分を取ります。で、あとはね、逆再生です。今度はね上から押しながら下ですね。で、ゴムのキャップをねしっかり入れてもらって、配線ねきっちり刺してください。一回これで点灯やって、OK です。
でウインカーをねつけていきます。後ろ側ですね、後ろ側からねじる。でこの引っ掛けをねボディに、でプラス、これで OK です。これも大体一緒です。OK です。肌の大体OK です。今回はねタイタン、まあ、エルフと一緒ですね、ダンプのヘッドライト級とウインカー修理やっていきました。他にもねいろいろ動画を出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。